フランスの警察、本校ではフランスの警察について述べる。フランスには複数の警察組織が存在するが、実質的な治安維持は国家警察と国家憲兵隊が担っている。一般警察業務についてはむね、都市圏は国家警察、地方部は国家憲兵隊が分担しているが、特に国家憲兵隊は他軍種、省庁への文献部隊が多く。 多くの点で入り組んでおり、治安出動などの緊急活動については、明確な区分は、ほとんどないのが実情である。1941年以降、県庁所在地及び人口1万人以上のコミューンには、国家警察の地方支部部局が設置されて、これを担当し、それに満たないコミューンは、国家憲兵隊が担当するものとされていた。その後、 1995年1月21日の法律に基づき、1996年9月19日から基準が変更され、人口2万人が境界線となった。国家警察は文民警察官、国家憲兵隊は軍人により構成されており、元来は国家警察は内務省、国家憲兵隊は国防省の所属とされていた。ただし、 国家憲兵隊も、平時の警察活動に関しては、機動憲兵隊は内務大臣、県憲兵隊は県知事など、それぞれた軍種、省庁に配属されて、指揮を受けていた。その後、2009年1月1日より、内部部局と実施部隊の指揮権は、全面的に内務大臣に移管された。ただし軍政面の管理権と教育機関の指揮権は、 引き続き国防大臣が所掌しており、また、隊員の軍人としての資格も維持される。このような経緯により、国家警察と国家憲兵隊には、それぞれの所掌範囲で、同様の任務に当たる部隊が編成されていることがある。なお、国家憲兵隊は施設警備に当たることが多いことから、武器使用基準については、国家警察よりも自由裁量を許したものとなっている。 国家警察では、警察官の武装は、警察官あるいはその保護下にあるものを守るためにのみ、使用可能であり、特に被害射撃は人を守るためにのみ許されるのに、対し、国家憲兵では、物や部署を守る場合にも、被害射撃が可能とされる。コミューンは、自治体警察を設置できる。フランス革命後の一時期は、都市部の一般警察活動を担っていたが、 後に大部分の権限が国家警察に移譲されており、現在では交通放棄など自治体の条例の執行や監視や建物からの避難、事故防止といった予防活動などに限定されている。また農村部では地域の巡回と環境保護を担当する農村保安官、あるは、が設置されることもある。このほか、海外巡検であるウォリス・フッツナでは 市長直属の親衛隊がある。また、公安警察にあたる国内治安総局、ジャジーのほか、司法省の刑務官や予算、公共会計行政機構省の税官、間接税総局の職員の一部にも司法警察権が与えられている。1795年に基づき、警察活動は司法警察と行政警察に区別されている。 司法警察活動は、建前上は、予診判事によって主催されることとされており、また予診が開始されていない場合は、警察官が指揮を執ることもできる。警察官はこれらの司法官からの嘱託を受けて、捜査活動にあたることになる。司法警察活動にあたる、警察官は、司法警察員、オフィシエでポリス中出すイエまたは、アプヨと、 司法巡査、エージェントゲポリス・ジューラス・イェア、またはアプチェあるいは、司法巡査法、アプジャ・ジョイントに対別される。司法警察官とされるのは、下記の要因である。これらの大臣の指名決定は、特定の委員会の承認があって初めてできる。現行制度によれば、法律事項の試験を終了したと保証する。警察と憲兵隊のその他のほとんどの要因は、 司法巡査であり、警察の一部の要因や自治体警察の要因は、司法巡査法である。逮捕と捜査令状の執行については、司法警察官だけが完全な権限を持ち、司法巡査は補佐のみが許される。例えば、司法巡査が被疑者を逮捕した場合、巡査は、逮捕を完全なものにするには、被疑者を司法警察官のもとへ連れて行かねばならない。いかなる市民も、 犯罪を犯したり法で罰せられる行為をした者を逮捕し、詩人逮捕、司法警察官。この場合は、巡査や巡査補でも可能のもとに連行できると法律で定められているが、一市民による逮捕は何が罰せられるか、きちんと理解しているか、また権利乱用がないかという観点から、難しい問題を含んでいる。権利乱用は個人の自由のために制限されており、 不法監禁として訴えられる可能性もある。司法警察官の権限はいかなる場合であっても、それを必要とする立場に所属していて、地区の検事総長の決定があるときに行使される。組織的な活動時や、暴動鎮圧といった公共秩序の維持活動の時には、権限は一時的に停止される。司法警察官や巡査らの権限は、警官が不適切な手法を取った場合、 司法部門により取り上げられることがある。司法警察官は、検事総長により格付けされ、その評価は、昇進に影響してくる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。